阪神甲子園球場です。阪神タイガース対横浜 DeNA ベイスターズ、このゲームの模様をお送りいたします。タイガースの先発はベテラン西、対するベイスターズの先発は左の K、 以上の両先発。さあ、まもなく試合開始となります。右の西、マウンドに上がります。ベイスターズ打線相手にどういった投球を見せるのか。まずは1回の表、トップバッターは桑原。投球はこれから3球目。打ちました。あっと引っ掛けた。これは内野ゴロ。一塁送球。アウト。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターは2番、渡来。背番号4。第3球を。投げた。会心の当たり。ボールはライナーでセンターへ。ヒット。中継、バッターランナーは一塁蹴って二塁へ。ランナー二塁でストップ。渡来、ツーベースヒットを放ちました。タイガース先制のピンチを迎えます。ランナー一人を置いて迎えるバッターはオースティン。ひときわ大きな声援が聞こえます。空振り三振。右バッターボックスは4番マッキー。背番号2。さあ6球目、打ちました。これはショート真正面。アウト。スリーアウトチェンジ。先ほどのプレーです。西、ワンアウト二塁のピンチでしたが、ここは落ち着いてしのぎました。タイガース立ち上がりを無得点に抑えています。ワンアウトランナー一塁という場面で豊田。背番号61。第9、真ん中にストライク。タイミング合いません。第2球、一塁ランナーでダウン。ストライクになった。ボールを二塁、盗塁成功。ランナーが一つ先の塁に進んでいます。さあリプレイです。追い込んで投げた。1球外してボール。第4球を投げた。ボール。第5球投げた。高めボール球打った。マーキー下がっていった。ワンバウンド。ライトバックホーム。豊田、いいバッティングを見せました。タイガースなおもチャンスが続いています。バッターは4番大山。大きな声援が届いています。第1球投げた。ボール。第2球投げました。ストライク。第3球は打ちました。右中間のフライ、ヒットになります。3塁ランナーはホームへ。タイガース、まずは1点先制。1対0。大山タイムリーヒット。タイガース、なおもチャンスが続きます。では先制の場面、映像でご覧いただきましょう。ワンアウトランナー一塁二塁となりまして、佐藤。背番号8。第1球投げました。インロー、外れてボール。第2球投げました。真ん中に決まった。ストライク。投げました。打ちました。マーキー、バックしていった。落下点で構えます。取りました。これで2アウト。ランナーは一塁二塁変わりません。バッターは6番前川。背番号58。第1球投げました。初球流し打ち。アルボー。投球これから2球目。低め、スライダーは外れてボール。第3球を投げた。アウトコース低め、ボール。次が4球目、投げた。ボール。次は5球目、投げた。5球目空振り。第6球をランナー自動的にスタートします。三振。1回が終了しまして1対0。タイガースまずは先制しています。2回の表、これからベイスターズの攻撃に入ります。先頭バッターは宮崎。投球は3球目。投げた。低め、ボール球打った。ピッチャー返し、抜けた。宮崎ナイスバッティングです。さあノーアウトで同点のランナーが出ました。左バッターボックスには佐野。投げた。あーっと、ショーフライになった。ボールを掴んだ。二塁送球。二塁フォースアウト。送りバント失敗。これでワンアウト。ランナーは一塁変わりません。バッターは7番山本。第1球
投げました、打ちました、初球打ち、二塁送球、セカンドフォースアウト、セカンドから一塁送球、アウト、ダブルプレー、スリーアウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。2回の表が終わって1対0タイガース、1点リードは変わりません。3回の表、これからベイスターズの攻撃に入ります。トップバッターは京田。第2球投げました、豪快に引っ張った、一、二塁間の当たり、破った、強打、いいバッティングを見せました。さあノーアウトで同点のランナーが出ました。バッターはピッチャー K。 第1球投げました、見送ってボール。第2球投げました、ボール。第3球を投げました、あーっとショーフライになった、取った、一塁へ送る、アウト、ランナー二塁に進みました。タイガース同点のピンチを迎えます。ランナー一人を外れました、フォアボールです。際どいところでしたがフォアボールです。バッターは2番渡良、打ちました、打球はセンター浅いところ、ランナーそれぞれ自分の塁に戻ります。これで2アウト、ランナーは1塁2塁変わりません。バッターは3番オースティン、第1球初球を打ちました、ライトに打球がぐーんと伸びていく、ライト取ってアウト、スリーアウトチェンジ。リプレイをご覧ください。西、ワンアウト一塁二塁のピンチでしたが、なんとか踏ん張りました。3回の表が終わって1対0です。タイガースリードで迎える3回です。ツーアウトランナーなしという場面で豊田、投げた、危ない球、第2球投げた、真ん中決まってストライク、投球は3球目、投げた、スライダーボール、次は4球目、投げた、打った、痛烈な当たり、センターバックしていった、ヒット、中継、バッターランナー一塁キャンパス蹴って二塁へ、バッターランナー二塁でストップ、豊田いいバッティングを見せました。バッターは4番大山。第9球投げました、ストレートはボール、投げました、ボール。第3球インコース引っ張った、打球はレフトの左へ、アウト。第4球を投げました、打った、これは内野フライ、掴んでこれで3アウトになります。タイガース2アウト2塁のチャンスでしたが得点を挙げられませんでした。3回まで終了しまして1対0です。ゲームは中盤4回に入ります。先頭バッターは牧、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。投げました、打った、セカンドの左、中野、ボールを掴んだ、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番宮崎。第5球投げました、外角、空振り三振、アウトコースの変化球でスイングアウトを取りました。第9球投げた、初球を打った、サード右抜けるか、一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。西、この回ピシャッと3人で抑えています。4回の表が終わって1対0です。5回の表、2点を追いかけますベイスターズの攻撃。トップバッターは山本、投球はこれから3球目、打った、ライトへ飛んだ、ライト、バッ、掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは8番強打。第4球は打ちました、当たり損ねのセカンドゴロ、中野取った、一塁送球、アウト、これで2アウト、ランナーありません。バッターはピッチャー K。 投げた、流し打ち、どうだ、佐藤、ボールを取る、一塁へ送る、あーっと送球それた、タッチはアウト、これで3アウト。西、この回きっちりと3人で抑えています。5回の表が終わって2対0です。タイガース追加点のチャンスです。ワンアウトランナー二塁という場面で豊田、第9球ボール、第2球投げた、スライダー見送ってストライク、
第3球を投げた。3球目空振り。チェンジアップに全くタイミングが合いません。追い込んでから投げた。打ちました。痛烈。さらに伸びていく。センター見上げた。ホームラン。ツーランホームラン。スタンドへ突き刺さった。スライダーを完璧に捉えました。4対0、タイガースリードを4点に広げます。素晴らしい一発にチームメイトも祝福。先ほどのプレーです。ゲームはこれから後半6回に入ります。この回の先頭バッターは桑原。今日はショートゴロとフォアボール。さあ6球目、膝元、空振り三振。左バッターボックスは2番、渡来。投げました。打ちました。右中間へ持っていきましたが、豊田余裕があります。右中間深いところを掴みました。バッターは3番オースティン。今日は三振とライトフライ。第9、投げました。初球から打ってった。セカンドゴロ正面、一塁送球アウト。スリーアウトチェンジ。西三者凡退に抑えています。6回の表が終わって4対0です。タイガースリードで迎える6回です。ワンアウトランナー一塁という場面で豊田、スリーベースヒットが出ればサイクルヒット達成となります。変化球ストライク、低め、まずは見送りました。ストライク、膝元厳しいところ。第3球を投げました。低め、空振り三振。豊田栄養。ゲームはこれから終盤に入ります。この回のトップバッターは牧。今日はショートゴロとセカンドゴロ。第3球を投げました。打った。センター落下点に入りました。近本掴みました。これでワンアウトランナーはありません。バッターは5番宮崎。投げました。打ちました。ボテボテのファーストゴロ。大山掴んだ。一塁送球、西取ってアウト。これでツーアウトランナーありません。バッターは6番佐野。今日はピッチャーゴロとサードゴロ。投げた。打ちました。ライト前進、ライトフライ。取ってこれでスリーアウトチェンジ。満員の甲子園、ライトスタンドから今たくさんのジェット風船が放たれました。8回の表、これからベイスターズの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは山本。今日はサードへの併殺だと。打ちました。初球打ち、ファーストの右。大山ボールを掴んだ。大山そのままベースに入ってアウト。バッターは8番京田。今日3打席目。第9、初球を打ちました。ピッチャー返し、そして今拾い直した。アウト。京田いい当たりでしたがピッチャー正面。これでツーアウトランナーありません。代打は関根。背番号63。投げた。高め、空振り三振。西ここまできっちり3安打ピッチングが続いています。いよいよ最終回を迎えました。先頭バッターは桑原。第2球、投げた。打った。キャッチャー落下点。ファールグラウンド、ボールをつかみました。これでワンアウトランナーはありません。バッターは2番渡来。今日はここまで3打数1安打。次は4球目、投げた。打ちました。フラフラッと上がった。サード落下点に入りました。つかみました。さあいよいよあと1人。バッターは3番オースティン。タイガース、ここは何としても抑えたい場面。第9、投げます。初球を打った。ピッチャー真正面、アウト。ゲームセット。西見事な完封勝利。タイガース快勝しました。さあ本日のヒーローは2名。まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。